なんか最後から、うん、あの意味深なメールが来たんで、うん、ロープウェイ乗り場に最高から呼び出しの呼び出し果たし状みたいな呼び出しメールは初めてですね。あいつ俺のアドレスを知って、うん、あ、本当はね、いつの間に知ったんや。ハッカーや。見つけて待ってめっちゃ車待ってる場所に行ってみるから。で迷惑なやつ、ずっと独り言言ってました。危ねえやつ。うん、もう保険が売られたらね、そうですね、買わない。まだあのとんかつ弁当の貸し、うん、そうだよね、返してもらってないぐらいですからね。本当だよね、殴りかかってきたんですから、あいつは悪いやつだよ。ああ、いた。お、なんか装備品くれるのかな。来たな、桐生君。マジで、いいやつや。何の用だったか。君と戦う中でブラッシュアップしてきた私の最強護身術がついに完成したんだよ。完成したんだ。なんか技も教えてくれるかな。そりゃ良かったな。新しいヒートアクション、うん、そこで今回はそのお披露目をしようと思って君を呼び出したわけだ。この護身術で君という最強の男を倒せば名実ともに最強護身術と名乗れるだろう。ふん、面白い。見せてもらおうか。それじゃあ行くぞ。ラストダンスだ。死ぬ。セリフは勝つな。お、ちゃんとメーターは。あ、じゃあ押しました。あ、動きが違う。マジで。あ、いや、これ。あ、いや、かっこいい。あ、きついね。あ、でも、ここに行ったことでもない。まだそんなに。なるほど。ラストダンスのね。ダンスと。ね、ダンスのいいや。あ、でも、前のダンスいいや。負けたよ、桐生君。最強の護身術を仕上げたつもりだったが、まだ最強とは名乗れないようだな。だが、なかなか手強かったぜ。それだけ強ければ、もう十分じゃねえのか。いや、危機管理に十分なんて言葉はない。絶対に安全なことなんて存在しないのだ。だが、100% 安全は無理としても 100% 安全に近づけることはできる。私は危機管理のプロとして生きる限りはそこを突き詰めていくつもりだ。そうか。ならこれからどうするんだ。実はまた海外に行こうと思っている。海外に？金はできたのか？できていない。だが世の中にはギャンブルという便利なツールが存在する。全然ダメなやつ。今実はバイトで金を貯めていてな。今度それを全てつぎ込むつもりだ。お前本当に危機管理のプロなのか？だがいずれにしても海外に行くのはもう少し先になりそうだ。髪の毛の毛はスペインかったんですか？もし何かあればいつでも呼び出してくれたまえ。君には借りがあるからな。全力で協力させてもらうぞ。うん、分かった。あ、フランクリエーター、どうかしたのか？いや、急に殺気を感じてな。気のせいか、誰かが見ていたような。そうか、誰もいなさそうだがな。まあ私の思い過ごしかもしれないな。だが気をつけておいた方がいい。前にも言ったが、最近の日本人は平和ボケしすぎていて危機意識が足りないだろ。よくわかってるじゃないか。もう君に私から教えられることは何もないようだ。じゃあな、君に危機が訪れないように祈るとしよう。
海外行ってましたっていう。ああ、そういうことだ。あ、やっぱそうだ。ねえ。何？さっき？さっきの相手？さっきのさっきですか？さっきのさっきはこいつなんじゃない？ほら、ふっつった。誰や？バトルマスター。おるやな、後ろ側じゃん。久しぶりだな、長らくお前を見ていたが、かなり戦いになったようだ。よってこれよ、これでバトルしな、最後のメールだ。最後って最初ももらってなくね。いろんなものをすっ飛ばした。そうっすね。バトルマスター後ろにいなかったの？いや、消えたっす、ね、消えたのか。あ、もう、うん、人んちの庭で好き放題やってくれますの。キリュウさん。おしみず。濃いよね、この声。あ、このスーツはそうや。かっこいいな、でも。おしみず。マニキーもこの赤いスーツ買ったら。そうや、似合うよ、絶対。あんたにはいっぺん広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。音に聞こえた堂島の竜が相手じゃ。つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。わしら、広瀬のじいさんに話があっての。とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんた、じいさんの居所知っとるの？ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか。本家若頭のあんたなら知ってるよな。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。すぐ後悔することになる。捨て頃で来てほしいよね。望むところじゃ。ああ、そっか。そこは行くで、キリュウ。2番聖地みたいな感じ。ダイマの横バランスだよ。おっと、あれ、まだ最後は絶対離れないよね。これ、サヤ？あ、サヤみたいな投げてきたやん。あれ、破れたみたいな。そう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 ザコ的にないんで、うん、あ、そっか。なるほど。お、あ、チャリンコ、チャリンコ。よーし、よいしょ。あ、こっち。あ、こっち。サドコ部分。そうです。お、まだまだじゃ。お、なに、あんな。おい。あ、こっち。お、こっち。こんなことをやるやつだね。僕にはプリンがいるから。
バケツに何という素晴らしい、めっちゃ早い、何という味、完全回復、なんという味だ。おお、なかったことだったね。よっしゃ、じゃあ最後も勝負基盤、ドロップキックでいくか。そうだね、ドロップキック、あれ、あれだな、ずれるんだな。そうだね、ずれるよっしゃー。あっ、ほんとや、めっちゃもらえる。キリュウ、ちょっと顔パンパンになりましたね。鼻血が、まだ終わっとらんじゃろうが。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。綺麗な顔してるだろ。ああ、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 おお、ラグモ、ね、ちょっと兄貴、余計なこと言うけ、星見ずにわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出して、スナック砂時計に行ったんですわ。そうか、それより小清水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。そんな必要はねえよ。おやっさん、アルト、小清水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。桐生さん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。あ、神社の中だ。あ、そうだね。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。小清水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初はおやさんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥って女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、え、おったんやじゃ。おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今までそがのこと一言も聞いとらせんで。どがになっとんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの辰川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、桐生さん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。
顔よ顔。宇佐美に言った。俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハズトの父親だ。これは気になるぜ。これは気になるぜ。あの顔めっちゃおもろかった。顔めっちゃ